ちゆねさん来たからやろうやん。お願いします。みんなやるんよ。メガホン悪いよ。先日バンバンファイナンスさんのすべての財産を受け取りまして、それを皆様に、はい、お配りして、それを軍資金にしていただいて、ギャンブル王を決定戦というのをちょっとやりたいと思います。やった。はい、およいしょ。一番稼げるやつは誰なんだという企画をしようと思っております。優勝した方にプレゼントなんですけど、中くらいの看板に私がイラストを書き下ろしで書かせていただきたいと思いますので、本当そんなレベルで申し上げないんですけど、めちゃめちゃ嬉しい。これは成功法でいくか。上のオープンみたいなところで行きます。考えろ。取れる。考えろ。あ、考えろ。ミカジノ行くぞ。初。ああ。うわ。やった。お客座れた。高田さん、これこれ偽札だ。偽札。これあんたの女が懐から出してる。偽んだお前マジ。なんだこれ。金がゴミのようだ。もう適当にかけて終わろう。チッパチは一流増やしてやつや。ピカよ、ピカピカよ。ゼロゼロゼロ。おさっきの100、さっきの500返せ、ほら。じゃあ次で10にかけるよ、須田さん、俺は。ダメだ。うわあ！嘘！カマちゃん。え？ダメだ！こんな！バンちゃん！来た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 ！何？カマちゃん！ちょっと！ラーメンくねえぞ！この戦いは！お前ら！これ使え！これ使え！おら！これからの残りだ！これ使え！ダメだ！誰か靴汚れてる人いたら舐めますよ。あ、お願いします。舐めてください。土壌です。ペロペロ全部取った。10に全部取った。あー、いいっすね。ふるかさんの靴うめぇ。靴うめぇだろ。靴うめぇ。チョコレートの味がするだろ。うわー、この靴うめぇ。マジ甘い。よし、皆さん聞いてください。はいはい。嬉しいのか悲しいのか報告があります。大元のしゆねさんに確認したところ、朝倉財閥認めます。なので、1万狙ってくれるんだったらやってほしいということです。でも僕は投げちゃったよ。俺今1万狙ってくれる方を募集してます。全員が1万いたと全員がお金を捨てました。我々は無意味もんです。お金を全部配りました。朝倉財閥がなくなったってことですか。はい、配りました。朝倉マドミン財閥使っていいよ。マドミン財閥使っていいですか。はい、1万いけ、1万いけ。使っていいんだったらもういくらでも出すぞ。もう全然1万じゃなくセールスクラップずつを渡してくれるんだったら。1万出して、1万出して。早いもん勝ちな、行くぞ。はい、お一人様入ります。おらー、お金配って、おじさん。その配り方はやばいだろ。その配り方はやばいだろ。お金配り、おじさん。よし、10。よっしゃー、お金やってるよ。うわあ！わたわたわた。ゆってこさん一番来た。一瞬で。はい、ゆってこさん。早かったな。じゃあちょっと大元に出よう。強すぎる。はい、じゃあお金の神様も強かったね。これがギャンブルか。12回当てた今日。俺も1枚いけるかも。やばい。ありがとうございます。おめでとう。おめでとう。本当にすごい。枝、すげー。食べるものが必要とお伺いしました。あ、ありがとうございます。お、すごいすごいすごい。すごい。やったー。すげー、早っ。あなたがキャンブルを作るもの。すげー。すげー、ありがとう。これ、瀬古さんじゃん。すげー。嬉しい。すげー。やったぜ。ありがとうな。ありがてーな。これは自信を持って誇れるわ。食って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 。
なんかラストずっと通してもギャンブラー強かった。ギャンブル王は悪いも持ってんな。自信を持って名乗れます。私がギャンブル王です。じゃあプールに上がってる上がってる。じゃあこれがギャンブル王の金だ。ほらプールにしてるぞ。ほら金の風呂だ。うわすげえ。うわ私の広告で見た。なんかカボチャの種入ってるよ。すごい。取れてよ。取れてよ。取れよ。